令和3年度全国高等学校総合体育大会自転車競技大会トラック競技最終日最終種目スプリント1位決定戦の3回戦まもなく発走です。3回戦のラインナップです。内スタンバイ栃木作新学院町田壮、外スタンバイ静岡清涼井出光太郎です。町田壮、井出光太郎スタンバイ、3回戦のスタートです。スプリント1位決定戦3回戦がスタートしました。インからスタート作新学院町田壮、アウトからスタート現在後方清涼井出光太郎です。1回戦は井出光太郎が、そして2回戦は現在前方町田壮が最後まで打ち粘り切って僅差ではありましたが、2回戦接戦を制す素晴らしいスピードを見せました。1回戦2回戦と1本ずつ取りまして最後3回戦スプリントの勝者優勝者がこれで決します。緩やかにスピードを上げながら4コーナーから直線残り1周、町田壮が前方、井出光太郎が後方、この辺りまたピタリと後方に井出光太郎がつける。今度は積極的に前に出てきた井出光太郎、バックストレッチから前に出る町田壮が後方にいるが、今度は自分から仕掛けてきた井出光太郎、3コーナーから4コーナーへと向かっていくところ、さあそして直線に入ってくるところ、自ら仕掛けて3回戦これを持っていった。上がり参考タイムは10秒82に
最後の最後、3回戦も上がり3コータイムは10秒台を叩き出した星稜井手幸太郎、自分の力でもぎ取った3回戦先着確定。1回戦3回戦取りましたので、スプリント第1位井手幸太郎、第2位町田壮となりました。